割り込み、割り込みか見てもらってる。割り込み、割り込み、これが羽ばたけ、羽ばたけまみという作品。これ、皆さんこんにちは、バーチーチャンネルです。あれから1年経ちました。大島紬コレクションに行ってきました。たくさん勉強をして珍しい大島紬を見つけるとついついポチってしまう。今回バーチーコレクションの中から割り込み式と時右衛門さんの訪問着を着て行ったのですが、はい、これが飾り合わせになります。ありがとうございます。割り込み、割り込みか見てもらってる。割り込み、割り込み、うん、うん、そうだよ、割り込みだよ、ここ、はい、ここ、うん、ここはちょっと割り込みだった。あ、部分的に入ってるんですか。そう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 、うん、この花の中心だけでも、うん、割り込み、うん、と、あとほら、ここ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 、あとここら、膝のこれの上、この上が割り込み、うん、いいものです。で、ここまでね、真っ赤ってな、こうやってまずないからね、うん、なんかね、割り込み、あ、映していいですか？映していいですか？はい、いいですよ。あの、割り込みが欲しくて、うん、結構探してたんですけど、うん、なかなか、また好みの割り込みも難しいし、あと、サイズのこともあるし、うん、だから割り込みって、基本的に古典的な柄が、うん、が多いのよね。こういう花柄ってなかなかない。うんうん、だから、この会場にも一応何点か割り込みあるんだけど、本当古典的な柄ばっかり。へぇ、うん、またこれ素敵やな。これ去年出さはった椿のやつですよね。うん、これは 12月に銀座で売れました。うん、個人のお客さんが、うんうん、で、今仕立て中。へぇ、楽しみですね。一人で、はいはい、初めてやね、初めて、初めて大島ここに。あ、そう、まだ、あ、まだ30代かな、うんうん、あ、でもなんか初めてのご購入の方でも、うん、手に取っていただけるようにって去年確か言ったはった、うん、そう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 効率の中に行ってもこんな大量に絶対見れないんで。これもどれ、これ、これ帯、これは、これ、これはこうやって帯です。うーん、大島ってで、だこうやってパッチワーク風に作った帯、はい、音符、あらまー、地焼きの、そう、これ、これあれ、これあれ考えたのが一応こうやって高校生、地元の高校生のデザイン、すごい。で、これが羽ばたけ奄美の作品です。と、これと、これが羽ばたけ、羽ばたけ奄美という作品。これ、こうやって受け売りといって、こうやって奄美大島の、奄美大島のこうやって南に、受け島ってあるんですよ。その受け島でしか咲かない島百合。へぇ、国のね、こうやって、国のね、こうやってデッドデータ、レッド、お聞き、ラキキ植物、うん、に指定されてる。そう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 、指定されてる。これは本当に咲いてるのは何色なんですか？で白で、このこうやっておしべがこの、うん、こうやってピンク、ピンクじゃなくてこうやってオレンジ色、はい、で、シマユリっていうのがこうやって黄色なんですよ。シマユリは甘みで咲くユリはこのおしべがこう、がおしべが黄色。受け島で咲くやつはこうやって、こうやってオレンジ色。オレンジ、うん、これすごい立体感ですね。これ普通の十の字じゃないのよ。これこれこんだけ折りでこれを表現するってすごいね。普通の普通の十の字ってこうでしょ、うん、ほら、ああ、これは、うん、この黒い、これより細い細い、このほら、こうやって、うん、こうやってラインがあるんですよ、うん、細いライン、うんうん、これを出すために、うん、チコトという締め方をする。だから十の字じゃないのよ。十の字がパッてあるの、この葉っぱだけ、うん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 、このやつはみんなチコトと言って十の字が入ってないの。チコト、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 チコトと言って、この
米、うん、米中字の構成で作る、うん、ああそうなんや、うん、ちょっと調べてみよう。でないとこの、うん、全然違う柔らかさ が出てこない。柔らかい、そう字の字使っちゃうと、うん、ちょっとこうやって硬くなって、うん、いやこれはこれでこの柄を生かしてる折り方なんやけど、そうこれダリアをね、ダリアを生かせ、うん、こうパーンと咲いてるような感じがあるんやけど、うん、これすごいね。これはもう折る方がすごく苦労してるところがとことこでいくのよね。すごい、遠くから見たらまたすごい。そうこんな遠くから見れば海側とかで浮き上がってみる、うんうんうんね。いや山下さんお元気そうで、はい、元気です、嬉しいです、はい、お会いできて本当に、はい、本当1年ぶり、うん、また寒い時に来てこんな寒い、また30年続く雪だよ。俺うちらが京都に来たら何かなんで3年連続雪に降られるのって感じ。うわすごい、縦に4横に4の西郷傘、西郷傘り、西郷柄、西郷柄で人元がすり、うん、で西郷柄っていうのが人元でないと作れない。あそうなんですか、うん、へえ。はい、ここで皆様速報です。この度日頃の活動を見つけていただき東京着物ショーのオフィシャルサポーターに選んでいただきました。全国の着物関係のお店さんが東京にギュッと集まる、こんなに一気に商品を見られる機会って本当に貴重ですよね。イベント中はこの辺り一帯が着物姿の方でいっぱいになるそうです。イメージしただけでワクワクします。詳しくは東京着物ショーのホームページをぜひご覧ください。オフィシャルサポーターのバーチーでした。最後からっていうのはもっと細かいのよ、男性の柄、うんうんうん、あえて女性でもつけれるように大きくした。もともとはもっと細かい柄なんですか？もっと細かいです。やっぱ男性の柄だから、もっとも柄自体をね。かっこいいですね。うん、そういうのや折り方によってこれしかできひんっていうのがあるんですね。そうそうそう、柄によってもうこれでしか作れないという柄 があります。え、これ少子写してもいいですか？いいですよ、はい。すごい。あ、すごいわ。あ、地球印やね。はい。地球印。わあ、すごーい。ありがとうございます。ほら、ここ見ればわかるでしょ。日本が縦に日本が入ってるの。あ、縦に日本が入ってるの。ちょっとようわからへんけど。縦に本？ほら、これは一本。ほら。あ、ほんまや。細い。これが。こっち太い。でしょ。あ、これが人元。ああ、わかった。わかるでしょ。わかった。これ見ればはっきり人元。そう、わかりました。うんうん、え、でこれが縦糸で、こっから横糸になってこうの柄ができるの？おお、ってことになる。すごい。え、めっちゃいいもの見せてもらった。これね、こうやって折り切りの柄でしかないの。縦付けの柄はそれがないの。それがないの。これがないの。これはこうやって。ない印これ一応立て付けのやつないわけ。立て付けて こうやって折り始めね、うん、折り始めはこんな感じで折り切ると最後はこうなる。折り切る。だから同じ人がこうやって見たもん、同じ柄。またちょっと調べて勉強しときます、うん、いつ来ても知らんことがいっぱいですね。いっぱい出てくるでしょ。すごいわ。大島紬って本当いろんな、うん、やっぱ、あれがこうやって出てくるんで、ありがとうございます、はい、あ、これすごい。あのね、白島ね、欲しいんですけどね、はい、高いですよね。大島はですね、すべてやっぱり時間かかるんですけど、そうですよね、すごい、まあ、特にあの折りが見づらくなるので、うん、あの商品量的には白っていうのは全体の1割しかない。そうなんですか。貴重ですよね。やっぱり白にグレーとかですね、うん、あの泥をしまってちょっと違うのは、泥はあの黒地にあのかすりで綺麗に柄を出していくんですけど、うん、白の場合は薄いところが必要になるので、うん、グラデーションで柄を出していくので、どうしてもかすりが見づらくなるので、折れる方が少ないっていう。すごい綺麗。
白大島で十二丸木とかってありますか？あ、はい。あります？あ、これが。あ、これが？うわー、すごい。うわー、細かい。すごいですね。欲しいなー、十二丸木。この辺にはないですか？あ、この辺は。あ、ありがとうございます。12です。あ、ほんまや。うわー、すごーい。すごい。え、これ少子、あ、値段は写さないけど少子写していいですか？あ、ここに12丸木って書いてある。うわー、すごいわー。ありがとうございます。総がすりって言うんですけど、うんうん、総がすりっていうのはあの大島って普通柄の糸と無地の糸と折っていくんですけど、あの柄の糸だけで折ったものを全てかすり糸ですよっていうことです。そうするとあの立体感が生まれるというか、出ますね、濃淡を出しやすくできるので、すごい。またあの12は12の良さありますし、うん、70期は70期の良さありますし、70期ですね。ありがとうございます。あ、あとなんかこの間私初めて白い泥を見せていただいたんですけど、 あ、はい、あれで染めるからそうですね、真っ白になるんです。え、これ白泥？これ白泥。初めて見た。ちょっと私はあまり詳しく説明できませんけど、そうなん、でも白い、これで下染めすることによってこう変色しない、うんうん、そうなんや。染めをしたりしてます。白泥はですね、うん、実は染まりはしなくてですね、うん、あの黄変防止というか10年後も白い大島で入れるためにあのコーティングなんですよね。そうなんですか。黄みが出ないようにあのもう糸の段階で無地糸もかすり糸も白泥して加工しておく。なので白泥染めとは実は言わなくて白泥加工っていうような言い方をしています。そうですね。ありがとうございました。すごい、うわ素敵な、うわ、うわ、この帯留めすごい。帯留めのこと、うん、奄美大島の、うん、あのマベパールです。マベパール、うん、奄美の瀬戸内町っていうところで作ってるマベパールです。で、この帯は何ですか？帯？大島の帯。大島の帯欲しいなぁ。 あとこの置物は、はい、なんでこんな柄が入ってるんですか？書きました。え、やっぱり？なんかこんなん見たことないと思って。だって折りだと高いんで、シューシューいて書きました。私の、ね、着物をね、うん、褒めてくださってありがとうございます、うん、いいね。これすごいですか？割り込みです、はい、割り込みがすりっていう古典がすりです。こんな赤も珍しいねって言ってくださって、うん、珍しい、本当に、じゃあどうしよう。今ね、赤いお着物探してらっしゃる方多いので、うん、そうなんですか。モノトーンがずっと流行ったでしょ。そっか。だからちょっとね、やっぱりこう赤でもその真っ赤じゃなくてこう渋い赤、うんうん、多いですよ。でも帯も褒めてくれはって、うん、ありがとうございました。どうもないです。いや本当に素敵だからね。いやいや、ありがとうございます。よく似合ってらっしゃるな。帯もぴったりです。恥ずかしい。帯は、うん、お袋でしょ。これは名古屋じゃないでしょ。名古屋なんです。名古屋なの、はい、黒かな、うん、特別に折ってもらったんです。これあ、これに合わせて、うん、これに合わせてじゃないんですけど、うん、ちょっと特別に折ってもらったやつで、あ、今日これ合うんじゃないかなと思ってやりました。やったー。なんて畑屋さん？え、畑屋さん、ここは蔦屋久兵衛さんが折ってくれはって、はい、西陣の、わかります。だからあの白が太白なんで。あ、そうなんですか、よくご存知で。いや、もうあの帯もたくさん作ってるので言うときます。どっち説明しましょうね。いつも本当にお世話になってありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございます。今日すっごいにぎわってて、あのワイワイしてるからちょっと大きめの声でお願いしたくて、はい、よろしくお願いします。で、いつもね、どんなもの作られてるか私知りたいから、はい、ちょっと見せていただいていいですか？はい、どうぞ。今映してるその紫の着物が、夢織の里の、まあ、看板商品のオーロラっていうシリーズで、竹ぼかしになってるシリーズですね。近寄ったら赤くつけてる。ああ、素敵、はい、これでも着るととっても美しく映
いますので。私あのこっちの紫も好きですけど、はい、こっちの方が今日の気分です。今日の気分。はい、もう素敵。なかなか出ないねこのブルーなんで。そうなんですか、はい。これが女の人用なんですか。女性用です。あの男性が作ってくださったことももちろんございますが。これは、このオーロラシリーズで、うん、あの初めて作った振袖バージョンです。すごい、めっちゃかっこいい。帯も作られてるんですか。はい、これは私のおじさんが織った帯になります。うん、はい、もともとね祖父の代からやってますので。うん、じゃあおじさんは帯を作られて、主に帯とかをね作ってますけど。この柄、はい、奄美の伝統柄、うん、アキナバラっていう、ね、そうですよね、柄になります。でもすごいなんか今風な色合いですね。ちょっとね色合いは今風に仕上げてあります。これは西陣の織本さんとコラボして。あ、そうなんですか。どちらと。あ、これはちょっと言えない。わかります。はい、こっち博多の。あ、これかっこいい。はい、博多の織本さんとのコラボになります。私今日はこれが好き。うわすごい細かい。わこの柄の中にも柄があるんですね。そうです、アギナバラの中にもアギナバラがある。これかっこいい。ここはお値段は言えないですね。そうです ね、はい、ごめんなさ い、 ご来場いただいた方に。そうですよね、はい、産地特別価格でご紹介しております。すごい。ちょっと一回止めて値段だけ聞いこう。いやもう本当去年ぶりでありがとうございます。私なんかインスタでお見かけして、あなんか知ってる人いはると思って声かけさせていただいたんですけど、はい、ねえあれからたくさんご縁いただいて本当にありがとうございます。でまた今日も素敵なねコーデが。あら今日はじゃあちょっとファッションチェックいきます。はい、これ羽織は羽織は、うん、ちょっとこの奄美で、うち養蚕もしてるので、うん、奄美で養蚕した糸に糸を巻きつけて、うん、かすりのように見えるような糸を織り込んだ大島になります。かっこいい、はい、これは僕が大好きな黒と赤のやつで。うわキメキメやわ。帯はこれ問屋さんでちょっと一目惚れして手に入れた、うんうん、ね、ぴったり帯になります。すごいですね、はい、かっこいい。ありがとうございました。結構ドアップで映ってますしね。あの今日ね割り込み式の大島紬を切ってきたんですけど、これは合ってますか。本当に合ってます。合ってます。もう今なかなか作れてない、もう幻になるんではないかと言われている割り込み式になります、ね、通常は一元が過ぎか、うんうん、片須が過ぎかになるんですけど、うんうん、そのどちらも入ってる割り込み式、うん、どっちも入ってるんですか。はい、そういうことなんや。織り子さんも嫌がる織り方ですね。ありがとうございます。はい、お願いします。ご無沙汰しております。1年ぶりです。はい、嬉しい。お願いします。はい、あのはい、縦糸にも横糸にもかすりのあるこの点々点ですね、はい、かすりのある大島は、はい、縦横かすりといいまして、はい、7センチぐらい折ったらかすり合わせを行います。今7センチぐらい折ったんですけど、はい、ここはもう全部綺麗になってるんですけど、ちょっとこの辺りがぼやっとなってるのが見えますか。うーん、素人にはわからないです。でもそれぐらい細かいってことですよね。あ、はい、世界一細かいかすりと言われています。今からここからここに向かって縦と横をピタッと合わせ作業を行います。1本ずつですね、点が、はい、上がっていって、次この列ですね、はい、かすりが上がるのが見えるでしょうか。合ってきてるのが分かりました。あ、はい、分かりました。さっきはこれを違いが分からなかったんですけど、はい、くっきりと、はい、くっきりしてます。はい、これがかすり合わせと言いまして、織物の中でかすり合わせを行うのはこの大島紬だけになります。で折るときに縦と横をピタッと合わせていなかったら、このかすり合わせのときに、うん、あの合わないので、必ず折るときには、うん、はい、縦糸と横糸を合わせて
さっきよりもくっきりと切れたのが、はい、これがかすり合わせになります。ありがとうございます。また今日はあの素敵なお召し物、これあれですよね、アギナバラ柄です。アギナバラ、はい、そうそうそう、伝統柄です ね、 ね、はい、 ありがとうございます。ありがとうございました。会場に素敵な大島紬美人がいっぱいいらっしゃったのに、私は自分の大島紬を褒めちぎられて、周りがざわざわして、あの子すごいの来たはるよって言っていただいて、恥ずかしくなって撮影を終わらせて帰ってしまいました。それでもまた知らないことが知れて、また1年間勉強をして来年の大島紬コレクションを楽しみにしたいです。あとは奄美大島にも行ってみたいなって思っています。そして何度もくどいようですが、オフィシャルサポーターに選んでいただいたからには、東京着物ショーをもっとみんなで一緒に盛り上げたい、この度日頃の活動を見つけていただき、東京着物ショーのオフィシャルサポーターに選んでいただきました。全国の着物関係のお店さんが東京にギュッと集まる、こんなに一気に商品を見られる機会って本当に貴重ですよね。イベント中はこの辺り一帯が着物姿の方でいっぱいになるそうです。イメージしただけでワクワクします。そして私が蔦屋久兵衛さんと一緒にお世話になる三活ビルの三活さんの浴衣が素敵、何このサギの浴衣、もうめっちゃ好みです、やばーい。そして最近のお気に入りは、なんといっても先日お邪魔した京都岡崎エリアにある小室庵さんの染め旅体験。なかなかハードな旅ですが、めっちゃお気に入りです。本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。大島紬続きで大変申し上げにくいのですが、実は大島紬のお着物でとっても珍しいものを見つけてしまったんですね。どうしましょう。多分皆様気になると思うんですが、次回の動画をぜひお楽しみに。こちらのバーチー京都のチャンネルは、着物初心者だった私がただいま着物生活3年が経ち、日常のリアルな出来事をありのままお伝えしています。私のチャンネルを見ていただくだけで同じような悩みが解消されたり、見ているだけで着物の言葉が知れたり、知識が少しずつ増えていく動画になっております。ぜひチャンネルの登録をして、一緒に学び、一緒に良いお買い物をしましょう。画面の下のチャンネル登録ボタンをポチッ。チャンネルの登録ありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。